佐久間信盛よ、そなたを本願寺攻めの総大将とする。はっ、本願寺は守りに徹しておりますれば、これを取り囲み兵糧攻めにいたします。うん、よかろう、任せたぞ。はっ。天王寺砦での戦いに勝利した織田信長は、佐久間信盛を本願寺攻めの総大将に任じて京都に戻った。信盛は守りに徹する本願寺を取り囲んだ。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。囲まれたか。じゃが本願寺は海に面しておるでの、毛利に頼んで海から兵糧を運んでもらおう。本願寺の権女は毛利氏に兵糧の依頼をした。村上水軍殿、本願寺への兵糧輸送を依頼したい。本願寺は囲まれておりますれば、織田軍と戦うことになりまするが。村上水軍は瀬戸内海で活動した水軍で、村上武義は能島村上水軍の大将でした。やむを得まい。なんとしても兵糧を運び込んでくれ。わかりました。兵糧を本願寺に運ぼうとする村上水軍と織田軍は木津川口で激突した。船で塞ぐように横一列に陣取った。敵の側面に回り込み、たや虎貝の合図に従って攻撃させよう。はっ、はっ。敵の側面に回り込み、またや虎貝の合図で攻めよとのこと。承知。まず火を焚き込め。まだでyou
村上水軍が織田方を圧倒し、兵糧を本願寺に運び入れました。大事にござりまするー。木津川口にて村上水軍の攻撃を受け、織田方の水軍は壊滅し、兵糧を本願寺に運び入れられました。なったることー。我が軍最強の水軍司令官たる久喜義孝を呼べ、至急対策を検討する。久喜義孝、呼びにより参上しました。うん、早速じゃが、村上水軍にしてやられたことは知っておるか。はい、乾杯だったようで。単刀直入に聞こう。そなたの久喜水軍ならば村上水軍に勝てるか。難しいですな。村上水軍は艦隊運用を行い、まるで陸の戦闘のごとくに戦うと聞き及びます。船は物見用の船から攻撃用の船まで多様で、用途によって使い分けられ、敵船を孤立させるなど圧倒的に優位な状況にして攻めているため、ほとんど被害を出さずに敵を葬ることができているようです。そなたに村上水軍の倍の船を与えても勝てぬか。私も水軍を滑る者としての誇りがありますが、村上水軍が相手となれば厳しいとしか言えませぬ。何しろ村上水軍は最強の水軍とも呼び声高い水軍です。海上での戦いは船数よりも船の速度や船の操作技術などに左右されまする。いわば数よりも質が問われる戦いとお考えいただきたい。村上水軍は古来より操船技術を磨いてきた、いわば海のスペシャリスト集団なれば、船数が倍であろうが3倍5倍であろうが、村上水軍を相手にしては厳しいというほかありません。さようか。特に砲録などによる火星が厄介で、船が燃えてはどうしようもありません。さっきの戦いでもほとんどの船が燃やされ沈められたようです。燃えない船でもない限り村上水軍に勝つことは難しいでしょう。燃えない船か。それじゃ。信長が前代未聞のとんでもないことを思いついたようですが、そのお話は次回にて。